はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。編集長の時事ネタ放談は、私の気になる時事ネタを独り言につぶやくコーナーです。今回の時事ネタは、損保ジャパン、リフライト保証付きの打ち上げサービスを提供です。8月3日に損保ジャパンとスペース BD は、宇宙産業の発展を目的とした包括協力協定を締結したと発表しました。その取り組みの始めとして、軌道上に衛星を打ち上げて軌道上での実証実験などを目指す開発者や、国際宇宙ステーション ISS などを利活用したさまざまな取り組みを予定する打ち上げ希望者に向けて、打ち上げ失敗時の再打ち上げ機会を提供するリフライト保証制度を組み入れた新しい打ち上げサービスの提供を開始します。再打ち上げサービスの概要は、まあこんな感じですね。こんな感じです。ちょっとこちらに出てます。こんな感じです、打ち上げ希望者はスペース PD が提供する衛星打ち上げサービスの有償のオプションプランとして、リフライト保証を選択することが可能なんです。この再打ち上げにかかる費用は、損保ジャパンの引き受けにより保険化します。将来的にはリフライト保証の対象を、今後拡大が予想される月輸送に拡張していき、お客様の月ビジネスへの進出を支援していくようです。宇宙の保険はリスクも高く縁遠かった面もありましたけど、昨今月面探査向けの損害保険で、東京海上日動火災保険と三井住友海上火災保険が取り組み始めています。まあ本格的に3メガ損保が宇宙に参入すると、新たな保険商品が続々と生まれてきそうですね。ご清聴ありがとうございました。あ、チャンネル登録お願いします。上にマークしててお願いします。